皆さんこんにちは。亀岡市長の桂川貴博です。今回3階 FC まさに J1 昇格おめでとうございます。やりましたね。12年間本当に多くのサンガを応援するサポーターの皆さん、悲願だったと思います。今回張監督をはじめサンガの選手の皆さんの頑張りによって J1 を昇格を勝ち取ることができました。亀岡市としても大変嬉しく思っています。昨年の1月11日、ここサンガスタジアムバイ京セラがオープンをし、コロナの中でですね、厳しい状況であったわけでありますが、こんな中選手の皆さんは2年目のこのスタジアムで J1 を獲得することができたということ、大変嬉しく思っています。私たち亀岡市は、まさにこのスタジアムのある町としてサンガ FC を応援し、サンガと共にこの町を発展をさせていきたいと考えています。やっとこの町にキリンが来たんですよ。実はこのキリン、NHK 大河ドラマで亀岡市はキリンが来なかったと言われてましたが、私はこのサンガのまさに J1 昇格によってこの町にキリンが来た、そのように実感をしています。どうかこれからより一層ですね、サポーターの皆さんと共にサンガを FC を応援し、そしてサンガがより魅力的なまさにクラブとして、そしてサポーターの皆さんたちがより熱狂できる、そんなチームとしてこれから活躍してほしいというふうに思っています。そういう面ではこの J1 昇格、まさに皆さんと共に喜びたいと思いますし、亀岡市もこれからしっかりと応援をし、さらにサンガが活躍できる、そんな街づくりを進めていきたいというふうに思っています。まずは張監督をはじめ選手の皆さん、そして伊藤社長さんをはじめ、それぞれこの間応援いただいた多くの皆さん方に心から感謝をするとともに、さらなるサンガの発展に向けて皆さんとともに頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。